ネオちゃん。カナタさん、来てたの？あのね、私ね、ここでバイト始めたの。え、そうなの？そうなの。ね、ショウゴくん。毎日頑張ってるんだ。あ、そう。ネオちゃん、すごく楽しそうね。うん、楽しいよ。よかったね。うん、じゃあね。あたし仕事だから着替えなくちゃ。ネオちゃん。さてと。そうね。かわいいかわいいワンちゃんの優しい扱い方の話だったよね。可愛いワンちゃんはね、そんな風にうるさい吠え方はしないものよ。ショウゴくーん、あのね、あのね、あのね。あ、こんにちは、かなたさん。お元気ですか？うん、元気よ。ミフちゃんも元気みたいね。何かいいことでもあったの？ウキウキして見えるよ。うん、あのね、私ホームページを作ったの。へえ、そうなの。そうなの。てへね、ショウゴくん。毎日頑張ってるんだ。そう、ミフちゃんすごく楽しそうね。うん、楽しいよ。よかったね。うん、あのね、ショウゴくん、私、タマちゃんとお友達になったの。それでね、タマちゃん、白いベゴニアのお家を知ってるって。私はね、葉っぱが濃いので花が白いのが一番好き。多分それみたいなの。今から連れて行ってもらうんだ。ミフ、とっとと行くぞ。あ、じゃあね、ショウゴくん、カナタさん、バイバーイ。バイバイ、ミフちゃん。さてと。ショウゴさん。百瀬たまきだよ。そう、こんにちは。たまとかたまちゃんとかみんな呼ぶよ。そう、たまちゃんね。そうだよ、ショウゴさん。
達になったんだよ。みんなで白いレモン屋を見に一緒に行くんだよ。そうだ、もうミフちゃん行っちゃったみたいよ。さてと、あ、翔吾くん。なんだけど、あ、やっぱり、ドラマかスーパーか選んでるとこ。で食材買って帰りたいんだけど、そしたら10時からの見たいドラマに間に合わないかも。商店街公園の近所だよ。そうだけど、翔吾くん？レシピ解析の材料。店長も柔らかに使われてる材料の正体を解析してるの。黒豆のシフォンだよ。どうしてもわからない何かが入ってるんだよね。あー、ほら、翔吾くんは食べたことないのかな。焼き菓子のことなんだけど、マイトケとかトロリは完璧に分かったんだけどな。店長ケチだから教えてくれないの。あ、うん、マイトケはロールケーキ、つまり生地をくるりっと巻いたケーキのこと。ほら、
クリスマスとかではブッシュドノエルに使われるよ。わかる？チョコレートのクリームを使ったりして丸太の形に飾るケーキ。トロリはプリンね。だってスパイが目的でキュービックカフェでバイトしてるようなもんだもん。そうだよ、デザートの秘密に迫るような緻密なルポが私のモットーなの。カフェをポップでラブリーにしちゃおう大作戦っていう重要な任務だってあるんだぞ。もう翔吾くんだってミッション遂行メンバーの一人だよ。分かってる？忘れちゃったの？みんなで秘密の作戦会議したじゃない。しちゃったな。でも次のチャンスを狙ってるからね。その時は翔吾くん手伝ってくれるよね。降ってくるなんて。そうじゃないか。全然全然これちゃんと買えたし、それに自転車とっても気持ちよかったから。今日はとってもついてるよね。どうしたの？まさか居眠りしてた？こんな状態で？
まだ言ってる。もういいって。あ、ほら、見て。小ぶりになってきたんじゃない？ただの通り雨なんだね。うん。ほら、もうやめそうだよ。このままやめね。今日はありがとう。ううん、自転車とっても楽しかった。また自転車乗せてね。それにあんな優しい雨だったら夜の雨宿りもいいね。うん、もう少し長く降られててもよかったな。ちょっと雨の日も好きになっちゃった。あって、私おかしなこと言ってる。お姉ちゃん、今帰ったの？翔吾くん、お姉ちゃんを送ってきたの？あ、うん。またね。うん、バイバイ。すごい試合展開です。分からなくなってきました。どうでしょうか、ドドスカさん。あ、やはりここでピッチャー変えてきますよ。あ、動きましたね、笹原監督。おそらくここはケビンでしょう。やはりそうみたいですよ。しかし誠に残念ですが、放送時間がそろそろ終わりに近づいてきてしまいました。この後11時からはドラマ思い出に変わる君、放送時間を1時間繰り下げてお送りいたします。この後11時からはドラマ思い出に変わる君、思い出に変わる君を放送いたします。